マリオシリーズ、マリオカートシリーズ、マリオカート DS、マリオカート DS。そのため、後方の相手に、アイテム攻撃が命中しやすくなっている。マリオ GP モードでは、ランク別評価が再登場。敵の攻撃頻度も上がり、特にプレイヤーを直接狙った攻撃が多い。これまで、プレイヤー同士しか遊べなかった VS モードと、バトルモードが、 コム相手に一人でもプレイ可能となり、対戦人数の上限もこれまでの4人から8人へと増加した。日本国内の売り上げはこれまでの最高であった、スーパーマリオカートを上回り、シリーズ最高となっている。4コースをひとまとめにした大会を選択して、順位に応じたポイントを得て、総合得点を競うモード。カップは全部で8種類。排気量は 50cc、100cc。 150cc の3種類から選べる。排気量が上がるほどスピードが増し、コムの攻撃が激しくなって難易度も上がる。カップ終了後は、成績が AE の8段階で評価される。前作、ダブルダッシュ。と同様、特定の条件を満たすことで、ミラーモードが出現する。選択したコースでタイムを競う一人用モード。ベストラップタイムと上位5つまでの総合タイムを、 記録可能。本作のミカートのアイテム性能によって、所持しているキノコの個数が1から3個の範囲で変化する。コースごとに決められたタイム以上でゴールすると、スタッフのゴーストが出現する。ワイヤレス通信を使用することで、他のプレイヤーのゴーストをもらうこともできる。複数の項目を自分で調整でき、それに沿ってレースを行うことができる。なお、 設定できる項目は以下の通り、これまでの風船バトルに加え、新ルール、集めて、社員が登場、通信対戦も実装されている、シリーズで初めて一人でもプレイ可能となった。設定できる項目は、クラスおよびレースのポイント数がないことを除き、VS と同じ。プレイヤーが全滅して、コムだけが残った場合や、チーム戦で、 片方のチームが全滅した場合は、その時点で終了となる。なお、時間無制限で最後に残った1台が勝者となる方式は、本作以降採用されていない。時間内に与えられた課題をクリアするモード。クリアできれば、ランクが表示される。レベルは1から7までで、それぞれ8ステージ、ボスキャラとの戦いで構成され、クリアすると次のレベルを、プレイ可能になる。 ただし、最も難しいレベル7に進むにはそれ以外の条件も必要になる。壁や仕掛けなどの衝突やコースアウトをすると評価が下がる。グランプリのコースだけではなく、バトルコースを使うミッションもある。またレベル4以降は、特定の仕掛けに触れるなどによって、即、ミッション失敗になる内容もある。隠しキャラは登場せず、カートはスタンダードに固定。 代表的なミッションは以下の通り。本作では各キャラに3台ずつ、性能の異なるカートが用意されている。カートは36台ある。前作、ダブルダッシュ。と違いカート選択するときの制約がなく、自分だけの組み合わせができる。本作のみ性能にアイテムが登場している。この性能は3段階あり、高いほどスペシャルアイテムが出現しやすくなるほか、 タイムアテック開指示に持っている、キノコの数が増えるが、重さ以外のカート性能がすべて低下する。逆に低いと、スペシャルアイテムが出現しにくくなるほか、タイムアテック開指示に持っている、キノコの数が減るが、カート性能は、重さを除いてすべて上がる。両者の中間の性能を持つカートもあるが、全キャラのスタンダードモデルに限る。ある条件をクリアすれば一部の他のカートや、 全カートが使用可能となる。性能は基本的にカートで決まるが、重さのみキャラの体重カートの次長の合計で算出される。なお、コムが操作するカートは、本来の性能に関係なく、決められた法則に沿って順位を操作していく。いくつかのカートは、マリオカート7以降の作品にも、フレームやマシンとして登場している。ちなみにミニターボは隠しパラメータになっており、 基本的には、加速に比例するが、例外も存在するキャラクターは、バランスタイプドリフトタイプグリップタイプのいずれかに属している。バランスタイプドリフトタイプグリップタイプミッション欄の、ボスステージでは、スーパーマリオ 64DS の、ボスキャラクターが登場する。全レベル共通で、スタートから色分けされた3つの風船を持ち、風船バトルと同様にダメージを受けると減っていく。 風船が全部なくなるか、時間切れになると、ミッション失敗となる。内はそのステージで操作する、プレイヤーキャラ。アイテムは、コース上にある、アイテムボックスを通過すると入手できる。攻撃や、防御をしたり、アイテムを、コース上に置き、ミスを誘発させたりと、足したようなことができる。アイテムの効果などの詳細は、マリオカートシリーズのアイテムを参照。 新作ステージがニトログランプリ、旧作ステージがレトログランプリで構成されている。本作から総カップ数が8種類になり、上の段の4カップは完全新作コース、下の段の4カップは旧コースの復刻版という形式が主流となった。印が表記されたものは DS ダウンロードプレイでもプレイできるもの、星印が表記されたものは Wi-Fi でプレイできるものである。 内は、欧米版でのコース名。内はそのコースが再収録された作品。キノコカップフラワーカップスターカップスペシャルカップ過去4作品のコースが再収録されたもの。一部に地形などの変更が加えられている。本作では各カップごとのコースの出展元が、スーパーマリオカート64アドバンスダブルダッシュの順で固定されている。コーラカップバナナカップこのは、 カップサンダーカップ本作では、スーパーマリオカートやアドバンスと同じく全ステージで BGM が統一されている。ありがとうございます。